れ何年前でしたっけ。これね、これもうでも4年ぐらいな、4年なるのかな、早いからね、時間だとな、僕らこう写したい、4年ぐらいになると思う。撮りますよ。塩ちょっと写してもいいですか、はい、ちゃんと全部せっかく、宇宙人のツッコミ、うん、宇宙人のツッコミ。でもこれ基本的に4年前ですけど、そのね、このドン・キホーテとかそれ以外はやっぱこうずっと同じ主張をしてるんですね。そうそうそう、ここのね、蜂の武蔵でもドン・キホーテでもええっていうところがちょっと変わってるだけ。もうピエロだけになってる。ピエロでも噛めへんし平気や言って、こういう文章になってること。この男のロマンがこの辺に入ってるわ。すごいですよね。まあ確かに男って感じますよね。すごいなんか。かっこいいですよね。なんかその男って感じますね。なんか。あ、そう。男らしいっていうのは、いや結構私も結構やってる、やってる芸風の時は結構そういうところがあるので、うん、そうですね、関東、関東なんですよ、東京なんですよ、うん、今回も一緒に今日来て、たま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 なんです、たまたま本当に良かったです。ここの新世界を歩いてて、友人と一緒に、友人と、そうそう、迷ってきて、何これいう感じで、そう、あ、哲学があると思って、すごいな、その偶然性っていうのか、出会いっていうのも、ね、嬉しいですね、やっぱりこう引かれ合うっていうのは面白いですよ。でもね、こうやって電話したらこうやってすぐに来てくださるっていうのもね、こう我々的にはすごい喜びが、ね、電話かけてよかったなと思いました。まあ書いてあるもんね、すぐ、どこもうすぐ近くにいますって書いてあるから、ね、いや嬉しい。基本的にその線で、それから夜中3時とか4時頃に酔っ払いがかかってくるときに、それでも来ますけどね、来てみたら酔っ払い言うから、それはすごいです、それはすごいです、本当に哲学ですね。来てみたら時々ありますよ、頻繁にはないですけど。でもね、結構そう、でも結構ね、そう、私最初でもどんな人なのか全然申し訳ないけど存じなくてね。ああ、そうだよ、そうなんですよ、分かるわけじゃない。もうね、こんな明るい方だとは思わなかったというか、いい方というか。でもなんか結構やっぱこう孤独になったりすることもあるんですよ、結構。あのね、あの、なんていうのやろ、あの、まあこれも大げさに言うたりかなんか、あの、やけど、あの、同類がいてない。あー、同類がいない。うん、そやから、そやから突き詰めていったら俺一人、つまり75億分の1やねん。なるほど、突き詰めるっていうのは確かになるほど。俺はどんな人間で、どないしてな、こんなことしてて、一体どんなんってこう考えていったら、俺75億分の1やねん。つまり他におれへんねん。あの、よくね、あの、そんなことを言う人いっぱい世の中にいてるけど、だからあんまり言いたくないけどね。まあ、確かにね、ここまで突き詰められるっていうのはまあすごいですね。だからネットにも書いてますよ、ちゃんと。あの、人間に喧嘩売ってんねんから言って、あの、人間に喧嘩売ってる宇宙人いう書き方でね、75億人に喧嘩売ってんねんっていう書き方ではやってるけど。一応、吉尾さんはあの宇宙人という、まあ、あの、宇宙人いう言葉、あの、ありふれてるけど、ありふれてるけど、なんかスッとこう入りやすいかな、また受け取る方も、あ、宇宙人かいうようなこうね、あんまり深い意味なくて、それ以外の言葉使おうみたら、なんか説明せなあかんようになったり、あるいはちょっと難しくなったり、ね、重たくなったり、ユーモアがあるんだね。宇宙人で軽くすっとなんか人間とちゃう人やねんなとか思われて、ね、それでいいかなと思って、それで宇宙人言葉使ってるね。でもね、結構ね、私とも結構真面目にこうね、吉尾さんあって、僕作品も結構真面目に感動があって、やっぱこうここまで突き詰められるのは、まあ確かにすごいっていうのかね、他にいないっていうのはあるんです。でも結構どうですか、最初から結構そんな感じなんですか、昔から。あの、基本的に言うか、生まれつきっていうか、こうして、あの、思い出してみたら、子供の時からそんな感じかもわからへんね、持って生まれたもんがね。ああ、なるほどね。哲学とか始めたのいつぐらいか始めた。あのね、それこそあの、極端に言うたら、中学の時、何年生か忘れたけど、あの、昼ご飯の昼休みの時やとかなんかね、
3、4人が集まって、そしていろいろ雑談してたら、男の子ってよくあるやんか、なんかちょっとそっちの方へ入るとき、人間でなんで生きてんねやろとか、あの真実ってなんやとか言ってね、男の子ってね、なんかそっちの方へなんかしたときにシュッと入るときありますよね。男性特有ですね。わかるやろ、男性特有、そうそうね。その時も人間って誰かがね、誰かが何の話の流れやったか知らんけど、人間ってなんで生きてんねやろって言い出したんよ。ほんなみんなはなんで生きてんねやろって言うようになって、その場答えが出なくなって、出なくて、家帰ってから僕だけか誰か知らんけども、とにかくそれがもう頭ずーっと何日間か外れて、なんで生きてんねん、人間ってなんで生きてんねんって、もうそれがね離れんよ。それがまあ始まりやったね。なるほど。それが多分ね、それが始まりや。ほんで自分なりの一つ答え出して、ほんでこう高校出るまでは、卒業まではもうその話消えてしまって、で高校出てからまたすっとその話が思い出してきて、あ、人間はその時の自分の答え、人間は人間のために生きね、人間のために生きやなあかんねんっていうような答えやって、で高校出て就職したら、俺は今日から人間のために働く、人間のために生きていこうって言ったら、全然イメージと世の中と違う全然何やこの世の中は思って、それからまたその話もうポンと消えてね、また違う答えを探してるようになって、それからがずっと今に至ってるわけですやから、もう60年か70年かね、至ってるわけ。それこそね、やっぱこう男性特有っていうのはね、私も分かるんですけどね、ね、やっぱこう女性と話すときそういうので結構悩んだりしますから、女性が理解してくれないとかって。そうやから話さんといて。あ、話さないんですか。話せへんわ、言うても分かれへんのね。すごい。通じないと分かるやん、空気で通じてないっていうのあ、じゃあ話さないですね。今でもしんどがってるもん、ちょっといや、そんなことない。私は結構珍しくて、そういうのが逆にで、なんかそのし、うん、私はもう逆にも本当に真実を求めるので、なければ死ぬぐらいの、なんかね、でもう一回言って、真実を求めよ、うん、あ、真実じゃないことは私はいらないって思ってる。あ、真実でないものはいらない、うんうん、私はいや夢、私が夢だっていう時があって、夢、あ、だから私がね、なんかその彼女に指摘したんです、その お前は夢の人間だっていう、うんうん、そしたらでもこうやってすごいこう反抗してきて、うんうん、私は真実だけだって、そのなんか結構珍しいですね、女性の、なんかあのまあ、これから先どうなるとか、今の本当の状態がね、中身頭の中突き詰めてどうこうこうこう言うんじゃなくて、そうしてね、堂々と言えるっていうの偉いと思う、うん、偉い偉い。でもあれですよ、それこそ最近女性と男性がこうだんだんこう性が近づいて、特にね、ちっちゃい子なんかだと、いやいやいや、部分が感じるだけで、感じるだけで、ね、かもわからんな。そうだから、でもその、うん、かもわからんけども、うんうん、やっぱり男らしいが本来男的な男、うんうん、女的な男、女っていうのは全然、うん、そしたらね、典型的な男出して、うん、典型的な女出して、うん、比べた時昔と今も変わってないもん、ね、うんうん、ただその他の、うん、その他の何かが、何かゆっくりずっと何かこう、うん、今言わはったように、うん、近寄ってるとか、なんか分からんようになってきてるとかいうのは出てきてるけども、出てきても本質的に男性的な男性、女性的な女性が、そしたら近寄ってるか変わってきてるか言ったら、俺変わってないと思う、うん、変わってないのかな。なるほどね、うん、でもそのね、吉田さんのどうやらこう全然しないでよく聞きたいんですけど、好きな食べ物とか何なんですか。あのね、それより逆に、まあ、嫌いな食べ物、嫌いな食べ物は極端な匂いがしたりとか、極端な味がしたりとか、どんなんって言われても分からへんけど、うん、確かに、うん、辛いとか、うん、そうそう、辛すぎるのも分かんねえ、酸っぱすぎるとか、甘すぎてもない、
大丈夫。あ、甘すぎるんだ。例えば塩辛いもん、塩辛いもんはガブガブと食わずにちょっとだけ食ったらいいからね。あと水か酒飲めばいいんやから、うどうってことない。だけどもうちょっとだけ食べるともうカーッとなるぐらい辛いとかいいからけ、あれはあれは苦手とか、極端ななんか変な匂いがするとか、あれは苦手。匂いでもいろいろありますよね、こう好きな匂いとか。ね、発酵性の匂い、 あれはね、チーズとかですか。チーズが平気。チーズが極端なこう外国 の、 極端な匂いのするチーズあるやんな。それでもまあまあ、ただ食べたことはないけどね、滋賀県のあの慣れ寿司って船寿司、ああなんか聞いたことありますよね。とか関東の方から東北の方からなんかあるよね、そういう発酵性の食べ物で極端に臭いやつ、くさ、くさいいう名前ついてるのか。くさ、くさやじゃなくて、あ、くさや、くさや、あれくさいじゃん。くさや、いや、そんな臭くないね。食べたことある、臭い系好き。あ、そう、そんなに臭くない。言うだけやねん。言うだけっていうのはあるんですか。じゃあぜひ食べてもらいたい。船寿司もせやもう。船寿司もさ、そう思うよ。匂いはするけども、きっと食べられた。ものすごく美味しいからね。そうですよね。なるほど、美味しいんですね。でもね、それこそね、最近若者の間だともっとね、だから下手物食いってのは結構流行っててね。昔からある。昔からあるんですか。あれ、今でも生きてんのかな、小説家でね、名前関西系の人やけど、あの人たちのグループでね、それが行き過ぎてね、なんかその人死にかかったりする。あ、そうなんですか。大変ですね。もう何でも食って、何でも食って。そういうのはどうなんですか、ゲテモン。ゲテモンはあんまり、何を得意じゃない。まあ食べないですね、まさす。ただし調理したり、バター、唐揚げのバターとか、なんかね、そういうふうになんかで、土地の料理したもの、土地の食べ物ってありますよね。たとえミミズにしろ、何にしろ、バッタにしろ、トカゲにしろ、そういうもんやったら食べられると思う。皆さんが食べてるもんやったら、それこそさっき言ったように極端な匂いとか極端な味がしない限りは食べられると思う。食べられる、なるほど。好き嫌いではないと。そやから、食べられんもんはあまりないいうこと。さっきどんなもんが好き言われたけども好きなもんっていうよりも、もうほとんど、嫌いなもんがないいうこと。何でも食べられる。特に最近は腹入ったら一緒やんいう感じ。調理の出来上がり。でもよく食べるものとかないですか、最近の。チャーハンとかないです。カレーとか別に偏ってるもんはないです。あ、偏らないものは食べる。別に意識して偏らないようにしてるんじゃないですよ。だから自然に出てきたもん何でも食べる。そんな感じ。ただ最近はね、以前の5分の1以下になったわ、量が。あ、食べるのもね。以前はね、1日4回食べてたのかな。夕食2回。年齢を重ねると食べられなくなるって。くちゃね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 。ここ3日ぐらいで今日初めてかな。家から5分ぐらいで走ってきた。健康そうですけどね。健康なんかされてるんですか。あ、貯金。おお、貯金すごいですね。貯金とハッタリ。貯金ってどのくらい、どのくらい貯めてる。トライアスロンもしてるんです。すごい。貯金ってどのくらい貯めてるんですか。何年くらい貯めてるんですか。貯金って健康の意味やで。あ、そういうことですか。健康の貯金。元気やね、元気そうですね。何かされてたんですか。そういうことですよ。すごい。貯金。健康貯金できるんですか。できる。貯金できるの。それはすごい。できる。どうやる。できる。いや、どうやるんじゃなくて、たまたまです。せやから今言うたようにトライアスロンやってたし。昔やってたんですか。そう。もう20年ぐらい前。すごいですね。その後もですから、ずっとその貯金が残ってるから。すごいトライア。その20年前。何でもっておかしいかな。とにかくここから神戸の距離わかります。わからないですけど。大体しかわかんない。時間で言うたら
あ、距離で言うたら、距離で言うたらね、自転車の距離だったら